さあやっていきましょう。ポッケンデラックス、勝つと僕は E 体から D 体への昇格ですね。まあ、1回負けてるんでね、やばいですね。チャンスは3回、あと2回ですね。まあ、これはぜひとも勝ちたい。このゲームね、ピカチュウ、スイ君、ダークミュウツー、ガブリアスあたりがね、僕はね、強いって思ったんですけど、カイリキーもなかなか強いですよね。あの、ジャンプからの、あれ、ジャンプからの何やってんだろうな。ジャンプからのポケモン技かな。あれがすごく強いんですよね。まあ、とりあえずエレキボールでちま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 削っていきつつ、雷を打つ。ドカン、オッケー、エレキボール、エレキボール。オッケー、いいですね。で、ピカチュウ強いのはアイアンテールがね、すごく強いんですよね。アイアンテール、オッケー。で、ポケモン技の電気ショック、あ、雷か。やべ、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 やべ。こいつ近距離がカウンターアタック。電気ショックからのアイアンテール、いいですね。エモンガ使っていきましょう。オッケー、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 近づいて、アイアンテールを決めていく。もう一回アイアンテール、オッケー。これは離れたら、エレキボールでちまちま削り、雷を落とす。あー、やられたか。ガード技、オッケー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 。カウンターなかなかいい感じに決まりますね。つかめ、オッケー、つかみました。よいしょ、いいですね。1本目なかなか綺麗に決まったんじゃないでしょうか。さあ、あと1本取れば D 体への昇格ですね。まあ、共鳴ゲージも溜まってるし、ラスト共鳴でぶっ飛ばしたいところではありますけど、さあ、ピカチュウ遠距離も近距離もね、フェーズによればいけるということで、オッケー、つかめ、オッケー、つかみましたね。ふう、相手も共鳴ゲージが溜まっているが、アイアンテール、あー、雷のタイミングミスった。いやー、やべ、動きを止めろ、フォッコ、フォッコ動き止めてください、お願いします。オッケー、アイアンテール、やばい、からのつかめ、よーし、つかみました。吹き飛ばせ、いいですね。よし、ちょっと離れてエレキボールで距離を取りつつ、フェーズチェンジ、やばい、共鳴した、いや、やべ、つかめ、よーし、その安易な弱攻撃なのか強攻撃なのか分かんないですけどね。やばい、これ当たんじゃね、いやー、当たっちまった。やばいぞ、めっちゃ削れる、1000ヒット、やばは、マジかよ。ほら、ピカチュウ、いけ、当たれ、当たったか、これ、よーし、終わりだ。いいですね、ピカチュウ、すごく強い。スイ君もね、だいぶ強いんですけども、ピカチュウもなかなか使いやすいですね。初心者にね、優しいポケモンだと思いますね。さあ、D 体。まあ、D5 からまた、次は C ですね。C に向けて頑張っていきたいと思います。では、次の試合行きましょう。さあ、D 体に入って初戦の相手はガブリアス。相手は勝つと E1 へのランクアップですね。ガブリアスだいぶ強いと僕は思いますね。地面に潜って近づいてくるのとか、あとね、僕の後ろに竜巻を発生させてですね、そう、前と後ろから挟んでくるような技があるんですけど、それがね、非常に避けにくい。あれはどうやって避けたらいいんでしょうかね。若干ホーミング性能があるような気がするんですが、タイプ相性的には地面タイプに電気技は通じないので、最悪と。まあ、このゲーム、タイプ相性なんて言ったら概念は多分ないと思うので、雷を打っていく。当たらない。うわー、やべ、これこれこれよ、このね、ちょっとトリッキーなね、角度からの、いや、アイアンテール、あー、やばい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 、これはタイプ相性の差なのだろうか。ポケモン技を当てて、つかめ、よし、つかんでいく。エレキボールでちま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 距離を取りつつ、ポケモン技を、雷当たらないか、まあ、そうだろうな。いやー、それよ、穴を掘る攻撃強すぎる。つかめ、おー、掴んだ、いいですね。そろそろエモンが共鳴使おうかな、ちょきつそうなんで、やべ、あ、でもエモンガード、オッケー、こっちもエモンが、え、待って、エモンが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 使っていく、オッケー、アイアンテール、共鳴使って、もったいない気もするが勝つためには仕方ない。やーばい、
バースアタックガードされるか、これはガードされるか、アイアンテイルをぶち込んでいく。よーし、このねガードされてもすぐ攻撃することによって相手もそのね、共鳴アタックのね後の隙を狙ってきてるんで、そこにアイアンテールぶち込んでいくと。まあこの戦い方が合ってるかどうか分かんないんですけど、エレキボールでまた距離を取りつつ雷を挟んでいく。オッケー、エレキボール当たる当たる当たる、若干距離詰められるんでね。雷、エレキボール、これですよ、この後ろから来る竜巻は避けれない。つかめ、掴んでくれ。いやーマジやべ、あー今のは安易な掴み攻撃やばい。アイアンテイル当たんない、アイアンテイル当たる、ポケモン技の電気ショックを打ちつつ雷当たんない、掴み攻撃を当てていく。いいですね、このまま共鳴ゲージ溜めたいが、相手の共鳴ゲージが溜まっているのがちょっと心配。オッケー、溜まる、アイアンテイル、うわーアイアンテイル当たんない、フォッコ、いやまだフォッコじゃない、アイアンテイル当たるけど、こ相手の穴を掘るの当たるが、フォッコ使って相手の動きを止めていく。アイアンテイルぶち込み共鳴、多分相手も共鳴使ってきますね。これフォッコか、ガードしろ、いやーオッケー、ガード、ポケモン技相手の HP を削って最後ピカチュウの、よいしょ、いやーこれまずいな、アイアンテイル、アイアンテイルやばい、あーガブリアスメガ進化してくる、アイアンテイルオッケー、あと一発ポケモン技、オッケー、メガガブリアスの共鳴バーストを使わせずに最後ポケモン技で締めさせていただきました。というわけで、今回ご視聴してくださってありがとうございました。また次回の授業動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。